なんで言うこと聞かないんだ。ダシマ動画チャンネル、どの動画も面白いんだよな。じゃあこれ、どの動画も面白い。あなたたち、あ、ママ、あ、YouTube 見てるの？そうだよ。 YouTube 見てもいいけど、30分だけにしてよ。さもないと、なんでもない、30分だけだからね。はあ。もう30分過ぎてるよ。約束守ってないよ。もうちょっと見たいよ。約束守れないのね。ある人から電話かかってくるよ。またお約束事を守れない子がいいんですか？そうなんです。どれどれ、あー、またこの子でした。またです。困りましたね。おい、君はいつまで YouTube を見ているんだ。約束の時間を過ぎてるだろ。過ぎてるよ。よーし、君の約束を守らないんだね。君の今日のご飯はなしだ。お姉様が全部食べてやる。やだ。さて、どうする？見るのをやめるか、まだ見るか、どうするの？守らないといけないよ。そうだよ。次からはしっかり約束を守ろうな。じゃあな。じゃあバイバイバイ。じゃあな。ベイベイよ。オッケー。ちゃんとお約束守ってよね。あら、あ、ママ。あら、お部屋が散らかってるんじゃないの？遊ぶのはいいけど、お部屋片付けてよ。はーい。これは何？やば。片付けしないと、ある人から電話かかってくるよ。ほら、電話かかってきたよ。もしもし、こちら未来警察です。事件ですか？事故ですか？事件です。お子さんがお部屋のお片付けをしてくれないんですか？そうです。困りましたね、うん、それではお子さんのお名前をお知らせください。シオン・アオイ・ミツキです。かしこまりました。すぐにデータ検索をさせていただきます。ほら、おっと、お子さんの未来データが出てきましたので、少々お子さんに電話を代わってもらえますか？はい。もしもし、私は未来警察です。あなたの未来データベースから
今、あなたがそちらのお部屋のお片付けをしっかりしないと、おもちゃを踏んでしまい、足に怪我をしてしまうという未来データが検出されました。なんだって？すぐにお部屋のお片付けをされることをお勧めいたします。はい。だって、よろしく。それでは、お家の人の言うことをしっかり聞いて、楽しい一日をお過ごしください。わかりましたか？はい、お片付けします。よし、わかったらお片付けしてね。うん。よいしょ。お片付け完了。お片付けできたから、あの可愛い子から電話が来るかもね。じゃダメよ。はーい。あら、まだやってるの？だって楽しいんだもん。そろそろやめなさい。やだ。もうあの人から電話かかってくるよ。もしもし、赤鬼です。赤鬼？もしかして、またですか？そうです、またです。またまた言うこと聞かないんですか？そうなんです。それでは、ちょっとお子さんに電話代わってもらってもいいですか？お願いします。なんで言うこと聞かないんだ。言うこと聞かないと熱々の辛いスープに入れて食べちゃうぞ。嫌だよ。今からお家に迎えに行くから待ってろな。来てくれるって。嫌なの？そんなこと言ったって来ないでしょ。
かればよろしい。ねえねえ、サンタさんから電話だよ。え、サンタさん、あ、サンタさん、もしもし、サンタクロースです。こんにちは。今年もまたこうやってお電話ができて、サンタさんはとても嬉しいですよ。はい、だいぶ寒くなってきましたけど、お子さんたちは風邪などひいていませんか？元気です。おお、それはそれはよかった。それではお子さんたちにちょっとだけお電話を代わってもらってもいいですか？はい、代わります。もしもし、サンタクロースです。今年のクリスマスプレゼントは何にするのか、もう決まったかい？あ、決まったかなって。うん、まだ決まってない。もう少しだけ電話に近づいて。近づいてサンタさんだけに何のプレゼントが欲しいのか、小さい声で教えてくれるかい？こっそり教えてほしいってよ、サンタさんが。あちゃんはリカちゃん人形が欲しい。みつきはガチャのおもちゃ。俺はポケモンの追加コンテンツかな。クリスマスが待ち遠しいですね。そうだ、サンタさんはいい子のお家だけにプレゼントを届けに行くからね、うん、お家の人のお手伝いをしたり、お部屋のお片付けをしてクリスマスを楽しみに待っててね。はい、はい、それではまたお電話しましょう。はい、バイバイ。バイバイ。クリスマスが楽しみだね。